志村ラリカは日本の元女性アイドル。スーパーガールズの元メンバー。愛称はリカタソ、シム。神奈川県出身。活動時はエーベックスマネジメントに所属していた。2010年6月12日、エーベックスアイドルオーディション2010に合格し、女性アイドルグループスーパーガールズのメンバーとなる。2011年よりソロ活動も始める。 2018年2月16日、超絶定期公演ボリューム7、超絶バレンタイン私たちからの愛を受け取って、で、同年5月から始まるツアーの最終日である6月24日を、もって、グループから卒業することを発表し、同日付で卒業。同時に、芸能界からも引退した。その後、27歳の誕生日となる2019年10月2日、 自身のインスタグラム上で結婚したことを発表した。また、2020年12月31日、自身のインスタグラムで2020年に第一子を出産していたことを発表した。スーパーガールズでのイメージカラーは、ピュアホワイト、公式ニックネーム、リカタソ。キャッチコピーは、志村と言ったら、じゃなくて、おバカで、キュートな腹筋番長。 グループ内では2014年2月23日まで、副リーダー、翌2月24日から2016年6月25日まで、リーダーを務めた。2011年より、グラビアアイドルとしての活動を開始し、ヤングガンガンや、週刊少年マガジン、週刊アスキーなどの雑誌に出演している。2011年11月4日、発売、ヤングガンガンナンバー22では、 初めて単独で、表紙と、関東グラビアを飾った。その後も、ヤングガンガンナンバーワン級、アームズマガジン、ヤングキングナンバーワン4でも、表紙とグラビアを務めた。また2012年9月21日には、ファーストソロ写真集、リカタソが発売された。2012年7月、スーパーガールズフルバトル公演2012か今年は、ちょっと抑え気味。 4日間連続でプリプリしちゃった後の嘆きっすはたまらないで企画構成を担当したテレビドラマありがとうございます。